インビンシブルスピリットは、アイルランド生産、イギリス長協の競争場、シュボバである。競争場としては、人気薄で勝った2002年のスプリントカップが、G1 競争での唯一の勝利だったが、種ネボバとしては、多くの活躍場を輩出する、人気シュボバとなった。サウジアラビアのアブドゥラ国王の息子、ファイサル王子の所有場として2歳から5歳まで走り、 競争成績は17戦7勝。7勝すべてが距離6波論のスプリンターだった。26倍の人気薄で勝ったスプリントカップのほか G3 競争を2勝、リステッドレースを2勝している。G1 馬を母に持つ両決が見込まれ、引退後はアイルランドのアイリッシュナショナルスタッドで種めぼ入りした。 初共用となる2003年の種付け量は1万ユーロ。シャトルシュゴバとして、オーストラリアでも種付けを行っている。2006年にデビューした、初年度3区は、2歳戦での勝ち上がり、頭数が、当時の世界レコードである35頭を記録し、注目を集める。2年目3区からフツダービーなど、G1 競争2勝のローマンを送り出すなど、 仕上がりの速さと高い勝ち上がり率、コンスタントな一流馬の排出を武器に、人気守護馬の地位を確立していった。それに伴い、種付け量も最盛期には10万ユーロにまで上昇した。2010年には2歳馬の勝ち上がり、頭数が42頭を記録し、欧米の最多記録を樹立している。2013年には、カルティエ賞最優秀小馬のムーンライトクラウド。 2014年には、カルティエ賞年度代表馬及び最優秀三歳ボバのキングマンと2年連続でチャンピオンホースを送り出した。後継種ボバも活躍しており、北半球ではローマンが複数の G1 勝ち馬を輩出。南半球では現役自重賞価値が G3 を一生のみのアイアムインビンシブルが、 G1 勝ち馬を出し、オーストラリアの2013-2014年シーズンのリーディングファーストシーズンサヤーとなった。G1 競争の勝ち馬のみ、アルファベット順で記載。ありがとうございます。